旅行行こうぜ、二人で。なんか言い方キモいね。旅行に。いや、お笑いの修行も兼ねて旅行行こうかなって思ってんの。あ、そう、お笑い修行も兼ねて、うん、楽しい楽しい爆笑お笑い旅行と行こうぜ。お前さっきからめちゃくちゃ痛いぞ。言ってることとなんかやってる感じもさ。それもね、あのね、行き先もちゃんと考えてんのよ。あ、行き先も考えてんじゃん、うん、お前ら。やっぱね、爆笑お笑い旅行って言うからには西ですよ、西。あ、こいつなりにちゃんと考えて西行こうとしてるんですって。でね、どうしても行きたいところがあって。どこ行きたいの？バッキンガム宮殿。イギリス？だいぶ西行ってるやん。関西やろ、普通お前。いや、お笑いの聖地はイギリスなんですよ。聞いたことないよ、イギリスがお笑いの聖地なんて。だって、かの喜劇王チャールズ・チャップリンはイギリス人ですからね。じゃあ黙れよ、お前。あの、チャリだよ、お前。めちゃくちゃ喋れよ。でもね、旅行プランも考えてんのよ。旅行プランも考えてんのよ、うん、じゃあまず1日目。1日目朝4時集合。早すぎるやろ、お前。寝たいわ、朝4時は。お前ロンドンシティ空港現地集合かよ。朝4時、前の日していかなかよ、こっち。ちなみに、この朝4時っていうのはロンドン時間ね。何時に出たらいいの、それは。何時って何やろ、俺。日本時間に伝えてよ、お前。で、空港のゲート出たところに、このセンターマイク立てるから、入国早々漫才始めよ。恥ずかしいわ。何やろ、ジャパニーズって何やろ、お前。で、漫才終わったら、ロンドンの市街地に移動するんですよ。市街地移動すんねや。で、通行人かき集めて、路上で大喜利対決しよう。大喜利対決すんの？うん。伝わる、イギリス人。大丈夫。もちろんお題は、こんなイギリス人は嫌だ。絶対あかん。イギリス行ってイギリス人あるの絶対あかんのそれ、お前。で、次の日ね、次の日、あの、世界最大級の大英博物館に行こう。あ、俺でも知ってる有名なやつや、うん、あの、古代遺跡の彫刻とかね、ミイラとか15万点くらい並んでるんですよ。あ、そんなめちゃくちゃ並んでるんや、うん、あ、2日目だから楽しくできそうや。これ全部使ってモノボケ対決。怒られるて。大英博物館セキュリティ舐めんな、お前。で、この全身ミイラ持ってきて、うちのおじいちゃん禁止すぎんねん。ダン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 クリアー。いや、色物屋みたいにやってないから勝手に自生地発言やめて。で、次の日ね、あの、リアクションの聖地イタリアに移動するんですよ。それも聞いたことない、リアクションの聖地とか。で、ローマの真実の口に転じて、口の中身は何だろうなー。いや、箱の中身は何だろうみたいな、やめて、それ。え、なにこれ、わかった、うちのおじいちゃん。そんなの聞いてないやないか、お前。おじいちゃん万能ちゃうねん、お前。笑って笑ってじゃないんよ、お前。いや、もうこんな感じでね、旅行プラン考えてきたからさ、ちょっと年末開けといて。絶対嫌だ、もうよ。どうでした？